中野芸能小劇場は、東京都中野区中野5丁目68番7号に、ある劇場である。通称、中野芸奨。オープンは1995年2月、中野ブロードウェイ方向から入ったスマイル中野。向かって、左側が、中野芸能小劇場へ通じる入り口。社会福祉会館、スマイル中野の2階にある、芸能の振興のために開かれた劇場。 主に落語館やお笑いライブ、朗読公演に使われ、特にお笑いで激しい人事務所主催ライブなど安価で見られるライブが多く開かれ、関東インディーズ芸人の登竜門ともされる。中野ブロードウェイとも隣接。ブッチャーブラザーズ主催の東京ビタミン寄せの会場としても使用され、受付にはブッチャーブラザーズの銅像が置かれている。毎月第3月曜、および年末年始。 12月29日から1月3日までが休館日 JR または東京メトロ東西線の中野駅北口から徒歩5分中野芸能衝撃場施設案内内内セスアカデミア中野ゼロ野方組ホール中野芸能衝撃場2016年10月14日閲覧 AB 中野芸能衝撃場中野区2016年10月14日閲覧 ありがとうございます。